会出るってツイートしてなくないですか、僕。なんか、大会に出るかもしれませんみたいな。あ、あ、あそうれではす。5.5じゃないんだ。5.5じゃないんですけど。あれは何なんですか？ああ、わかった。なんか、ブレイキングダウンまがいみたいなものがいっぱいありますもんね、最近。そうですね、なんか、喧嘩バトルロワイヤルみああ、たいな。出た、出た、出た。そっちか。あっちのオーディションに、なんか、参加しないですかみたいなメールが送られてきてて、そちらの方は断ったんですけど、あ、なんでですか？まず、魅力を感じなかった？いや、そんなことはないですけど、なんか、無差別？あ、無差別なんだ。はい。怖で、い、怖いね。ちょっと、そうですね、自分の体重が軽すぎるのもあるんで、うん、危はい。険だよ。ブレイキングダウンと比べて、しょうもねえなって思ったから断ったんじゃなくいや、そういうわけじゃないですね。て。国分さんは強いんですか？いや、自分は、ブ強いレイとキングダウンで言うと、どのぐらいのレベルなんですか？自分を評価すると。その YouTube オタクりょうさんが最弱ランキングみたいなのつけとったじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、2位だったんですよ、僕。あ、弱いランキング、じゃあ2番目に弱いってこと。はい、2位だったんですけど、自分はまだその順位じゃないなって思いましたね。はい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 。じゃあ山岡さんぐらいは倒せるよ、俺、みたいな。もちろんです。もう。三原涼さんよりは強いのか。伊原、もう当然っすよ。もったいなかったですね。第5回大会見て、どうですか？なんか、こう、やっぱ、ちょっと、SNS の誹謗中傷に萎えて出られなかったっていうのはあると思うんですけど、やっぱ5回大会見て、あ、やっぱ出なきゃよかったなとか、はい。この、ね、あ、思った。もちろんありましたね、も伊原さんと戦いたかった。う。はい。あれは、あ、その話聞いていいのか分かんないですけど、結局、簡潔に言うと、なんで亡くなっちゃったんですか？まあ僕が精神的に病んじゃって。ああ、やっぱそうなんだ。今はでも元気そうですよね。はい、もう今はもう回復しました。よく回復しましたね。どういうふうな感じで、例えば今って、未だにその女の子とかでも、誹謗中傷でもう立ち直れないような人たちもいる中で、国分さんはなんでその精神的に病んだところから立ち直れたの？もうそのことを考えないようにして、もう忘れるようにしたら、1ヶ月たたん、ん？ 2 週間ぐらいで治りました。でも2週間はずっともう、なんていうんですか、引きこもりみたいになっちゃったんですか。なんか、言葉が出なくなってて、ええ。なんか何喋ったらいいんやろみたいな、なんか、そうですね、家におるときももうずっと無言で。それ親とか兄弟とか、僕一応子供もいるから、自分の子供がそうなったら、いや、ふざけんなよってなるんですけど、親とか家族はそれどう思ったんですか。もう母はなんか、そうですね、なんかショックで、ショック受けてたんですけど、なんか、父は、笑ってましたね。え、笑ってたっていうか大丈夫だよ、みたいな。そんな感じです。ああ、でなんもか、それは逆に救われるよね。はい。でもさ、そうやって立ち直っても、また SNS に行ったら、またフラッシュバックとかしないですか？またガーッと言われて。ああ。でもなんか、いや、もう今は叩かれても多分全然大丈夫だと思います。強くなったんですね。強くなりましたね。井原さんになんか一言あれば、なんて伝えたいですか？もちろんこのブレイキングダウン、まあ前回出れなくて、ちょっと、まあ自分からやめてしまったんですけど、かなり悔いは残ってるので、次回大会、井原と戦いたいと思ってます。うん。そっか、どうなんだろうね。それこそ6じゃなくて5.5とかでやったら面白い気がするんですけど、連絡来てないですか、運営から、特に。来てない？はい、何も来てないです。そっか、6はなんかもう。オーディション専用なんで安定に弱かったんですけど、久保田さんもスパーリングしてたじゃないですか。なんか思ったより弱くて、え、マジで？え、